構臭いな。やっぱ食べたんかな。されてた、うん、今まで寝床でおしっこはしなかったのにね、してたんかな。いや、吐いたことはしてない。なんか上見てる。なになになに、ほら、ジオが遊ぼうだって。それは猫のおもちゃ。すごい尻尾振ってる。誘い方も上手だね。足噛まないね。ベクターは噛んでた。素早くって追いつかない。追いつかない。あ、キトちゃんに。追いつかない。近づかないよね。うん。襲ったりもないし。遊び方がわかんない。なに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 。噛んだりする。あれだかな、歯固めそろそろいるかな。あ、なくはない、うん、多分歯が痒いかもよ。だったら食べるのも大変なのかな。あ、抜けたか。まだだよね。ほら、ジオがおもちゃ持ってきて遊ぼうだって。ジオと遊ばないの？ほら。何何何。なに？ジオのおもちゃじゃないよ。え、硬いのなかったっけ？子犬用のは確かなかったっけ。うん、捨てちゃったんだっけ。あ、それそれそれ。違うよそれ。ねえ、持ってかれちゃったよ。どうする。それはジオのお気に入りがもうこれだけになっちゃったの。体は？ああ、ジオのお気に入りがとうとう体がなくなっちゃった。ジオちゃん寂しいね。おいで。
君が来ておいでって言ったら。かわいいね。あの子も来てほしいな。なかなか出ようともしないね。あなた同じ村にいたんでしょ。呼んできて、お友達一緒に遊ぼうって。分かったよ。何か分かったか分かんない。君は本当に人なりするね。もうちょっとしたらすぐ譲渡会行けんじゃない。ワクチンもう一回打って、散歩の練習しないとね。で遊んだりしないのかな。なんか動きが面白い。ちょっとほら興味出てきたのかな。怒ってる。え、ここにいる子自由以外みんな女の子じゃん。あ、違う、この子は男の子か。女の子率高い。ジオがおもちゃ持ってきてくれるって。あ、引っ張りっこしようだって、こっちにまだ来れない。あ、来れた来れた。引っ張りっこしようだって。乗ろうとする。ソファ乗れたね。乗れるんだ。ソファーで引っ張りっこしようだって。ここ乗るもんだって分かったんだよ。でも引っ張り方が分かんないんじゃない。
多分猫がいるからこっちで遊んだ方がいいし、あ、こっち、うん、猫遊んでるからソファーで遊ぶよって。よいしょ、こうやってほら、こうやって引っ張りっこしてごらん、こうやってこうやって、そう上手。違う、私と遊びたいの。分かった、遊びたいね、うん、遊びたいね。なんか犬より人が好き。なんかちょっと、うん、分かって、痛い。なんかじゃあおもちゃ持っておいで、そしたら遊んであげるから。あ、それがバチって顔に当たる。だんだん猫に興味持ってきたか。やっぱり慎重派だからこう遊んでて自分も出たいなって気持ちにならないのかな。遊びたいですよ。噛みはしないね、ペルペル舐めてる。でもダメだって。うん、怒った犬に、ね、ほらこっちで遊ぼうって。ジョージ怒られるよ。偉いね、うん、ちゃんと誘ってそっちソファ乗れなかった。なんかうんち臭いんだよ。紙で壊しちゃうよ、うん、臭いよね、うん、いや男の子じゃないよ
あれ話すとなくなる。ジョーはいろいろおもちゃを持ってくるんだけど、遊ばないね、あの子ね。